まあ、鳥谷さんといえばフルイニングですよ。あれは中日戦、和田さんの打球バンと跳ねたの、うん、取って投げた時にペロってめくれてで骨まで見えてて、やっぱ改めてああいうメジャーの球場行っていいなと思って、めちゃくちゃいいなと思いました、ね、そうだね、よかった、いいよね、あれで行きたいと思わないやつはいないよ、力があったら あるない関係なくいいなって思うもん、ここやりたいなと思いますよね、はい、でお客さんの雰囲気もいいしね、そうですね、はい、なんかあんまりこうどっちを応援してるってないもんね、なかったですね、その場の起きてることを応援してるって感じだったんで、いいプレーにはね、いいプレーでね、称えてくれるし、だからまあ悪いプレーは悪いプレーで部員が起きるっていうのはなんとなく分かるよね、そんな感じですね、そっか、甲子園は違うんですか、甲子園はあの嫌われたら叩かれます、ね、甲子園いいプレーは褒めてくれる、褒めてくれますね、それはまあ球場の雰囲気というか、それがパッとこう変わるんで、そこはいいんですけど、あれじゃない、また俺が打てなかったらしょうがないとかさ、もうそういう感じの選手、そんなに自分自身はブーイングされたりとかいう、こういろいろたくさん言われたりとかっていうのはほとんどない方だと思いますね、こう一軍として出始めるぐらいの時にの選手が一番でしょ、やっぱり、まあ、あとはやっぱ FA ですね、まだまだ FA で来た選手が、まあ、たくさんいるんで、うん、まあ、その選手たちが、まあ、例えば金本さんだったりとか、うん、新井さんだったりとか、うん、あとはまあ外国人だったりとか、ああ、それから4番打者でっていうのに関しては結構厳しいかもしれないですね、うん、そっか、じゃあ大山選手とか、ね、かなり精神的に強くないとね、と思いますね、1年間もやっぱり4番で打つってなるとやっぱりいい時だけじゃないじゃないですか、ああ、まあ、悪い時もあるので、まあ、そういう部分では、まあ、パ・リーグみたいにね、こう DH があったらいいんですけど、うん、裏に隠れる、ね、守れに行かなくてね、守りに行った時に相手の応援って少ないじゃないですか、だから例えばサードとかっていうのは、はい、言ったらもう三塁側からの声が守ってる時って全部聞こえてるんで、だ結構それでまあ自分がショート守ってる時は新井さんがサードでやってるところを新井新井ってずっと言われてるのをまあ聞いてたんで、わ大変だなと思って、じゃもう外野なんかもたまらないよね、ライトとか、ね、ライトはもう打ったらねずっといいぞ言われるけど、糸井がずっとやじられてるって怒ってますからねそうか、甲子園ね、阪神とドラゴンズって巨人を倒そうっていう、一緒に倒そうっていうファンの人たちが多かったんで、ドラゴンズの時はあのカーンって打ってもあ、まあまあ分かったから、打つの分かったからもうその辺にしといてくれやっていう、あーつってニコーとか言って手上げたりとかしてたんですけど、巨人行った瞬間にすごいっすよ、もうあの手上げるもんならなんだお前みたいなの言われるし、でもそれをかも気にせずニコってやってあれしたのは長野選手だったんですよ、だから長野選手はあれぐらいずっとやってればいいけど、俺一回やっちゃったらもう怒鳴られたんで、もう一切上げなくなって答えなくもなって、こんなので1年間やったらたまんないなとは思いながらも、そんなのを本拠地としてやってたらまあ大変だったなっていうふうには思うんですけどね、まあそれがでも最初からもう普通だったんで、逆にそのロッテに行って あの時大変だったんだなっていうのはその後の2年で感じたですね、まあコロナもあってこういろんな制限もかかってたんで、お客さんが入れなかったりとかもあったんですけど、阪神の時普通じゃなくてあれはしんどかったんだっていうのを後々気づいたっていうのがありましたよね、実に面白い、まあ鳥谷さんといえばフルイニングですよ、入られたのが2004年、はい、で俺も連続試合をやってたんだけど、連続試合があれしてたのが2004年ぐらいからこうずっと続いてたの。俺は600何試合ぐらいで怪我した、4年間、5年目ぐらいで怪我したんだけど、あれ2004年から続いてたのかね。2004年から、連続試合は始まって、途中からフルイニングになって、はい、でもそれ最初は多分200か300ぐらいで一旦止まったんだ。止まって、でそこから600いくつまでやってるんじゃないですか。で連続試合はじゃあずっと継続して。連続試合はそうですね。そこから2004年からずっと継続して。俺だって1890試合ぐらいだから、これショートやってのってやった人が言うけど、
マジきついから、だってちょっとさ足が痛かったりとかさしただけでやっぱショートっていうところではさなかなか厳しいじゃん。当然痛かったわけでしょ、いろんなところ。まあ 4,5 回その間骨折してますし肉離れもしてますし出なくなるのが怖いみたいないうところがあったですね。僕も600程度、650度かぐらいだけど、一回途切れた時にちょいちょい休む癖が出るんじゃないかっていう怖さはあったよね。まあ、でも結構こう怪我してちょっと動きが悪くても我慢してもらったりとかしてたんで、うん、まあ、そういう意味ではまあ迷惑かけたところもあるんですけど、うん、自分のモチベーションとしてはそのやっぱ入ってからそのまあ岡田さんが監督やられてる時の5年間ってオープン戦から何から全部出てた、全試合全イニング出てたんですよ。オープン戦変えてくれなかったの？オープン戦も途中で変えるっていうシステムがなかったんで、それがもうベースとなってスタートしてるんで、はい、変えてくれるようになったのも30ぐらいになってからなんで、それまではもう途中で変えてもらうっていうことなくずっとやってたので、だからそれが本当にさっきのこの応援の話じゃないですけど、それがベースだったんで、だからもうそれを失うのは逆にこう休みとかもらったらなんか休みたくなるじゃないですか。だからもう俺試合は全部出るって思っててやってたから、唯一オープン戦だけあの2打席とか3打席で変えてもらえるからオープン戦が非常に楽しかったしか思えない。そうですね、ちょうど入った時に1軍でやってる選手が本当27とか8ぐらいまで下がほぼいない状態だったんで、全部上の人たちだけだったんで、結局みんな変わっていったらそんなに全員変わるのに足りないじゃないですか。それがベースだったんで、途切れる日までなんか出ないっていう、試合に行くときに今日は出るのかな出ないかなとか考えたことなかったので、そこは全然なんか気にならなかったというか、もうそれがもう当たり前みたいな感じだったので。あれだね、岡田さんのそれがあってだよね、もう間違いないですね、考えがあった中だと思うんですよ、はい、楽したらあかんっていう、まあ、出てるしんどさはあったんですけど、絶対どんなことが起きても次の日出れるっていうのがあったので、まあね、それは良かったですね、うん、寝る前が一番嫌だよね。嫌ですね、これまた明日始まるのかっていう、ちょっとだけでも10分でもうちょっと起きておこうかなみたいな、明日朝なんないようにとかいうのはありましたよね。実に面白い。一番こうさあれ素敵きつかった怪我はどこ？脇腹ですね。右の脇腹をやった時は、それは何？振ってデッドボールファール打った瞬間に、うん、ビリってなってあれと思って、でそのままちょっと振れるかなと思って振ったら、レフト前にポテンみたいな感じで打ったんですよ、うん、で走ファースト走った時にうわ絶対やったと思って、走るだけで、うん、もう右の脇腹はとんでもなかったんで、あこれやったわと思って、逆に左打ちだったんで、うん、投げるのがなんとかごまかし効くなって感じだったんですよ、うん、で守りまあ行って、であなんとかごまかして投げれるなと思って、でも走ったら響くけどなと思って、次の打席行ったらもう振るのが怖いぐらいで、1打席1回しか振れないっていうのが大体1ヶ月半ぐらい続きました、俺もね脇腹にこっちにデッドボール当たったので、その試合ずっと出てて、でその時は当たった後だからまだね全然振れたの、はい、ちょっとぐらいは、で次の日になったらもう全然痛くて振れないなと思って、で投げたら投げた方でいっちゃって、はい、もう全然もうそれで抹消になったんだけど、ボールが投げれなくて、そうで、あれちょうどね阪神戦のシートノックで俺さやったの、そこからもうその日から抹消されたんでね、こうあの脇腹は痛いよ、脇腹ちょっとやばいですね、あれでああいうの出たんだ、骨折れるより痛かったですねやっぱり、ね、うん、骨の場合はなんか我慢したら当たんない限り、まあね、良くなっていくじゃないですか、うん、1ヶ月経たない、まあ、大体4週間ぐらいでふわっとこう消えてくるんですけど、うん、悪くなる可能性があるじゃないですかこの筋肉系は、うん、だからもう毎日怖くて明日朝起きたら治ってないかなってもう1ヶ月半ぐらい思ってじゃ寝てるもうきついでしょ、きつい、寝返り行きたいもんね、あの起き上がれないんで、うん、もう回転してこうやって起きるしかないんで、そうだね、脇腹1ヶ月半ぐらい治ったしたら次その3日ぐらいにデッドボールで折れたんですよだからもう両方そのだからもう2ヶ月半ぐらいはもう本当きつかったですね。交流戦の時に DH とか入ってた時あったじゃん、なかった？
DH 入ってる時ありました、ね、あの時あれはでも指ですね。あれ指か、はい、あれは中日戦和田さんの打球パンと跳ねたのを取って投げた時にペロってめくれてで骨まで見えててでもう本当にテープで止めて1週間ぐらいですか DH 入ったりとか代打で行って、うん、あなんかそこはね印象になるの、はい、まあそうですね、まあ、あれはまあ僕らはすげえ申し訳ないなってあれの次の日から13連敗が始まったんで、うん、あそうなんですね僕の中では鳥谷が呪いかなって感じで全然あの骨折の中では一番マシだったですあの振動で痛いだけなんでもう一回当たんなければ問題ないっていう、はい、でも痛かったでしょ痛いのは一番痛いそうでもない感覚なかったですもう本当にもう神経どっか行っちゃったんじゃないかぐらい感覚なくてあれと思って鼻あるわと思ってで裏返ったらこの骨折よりも中がもう切れてて、うん、それでも鼻血が3日間ぐらい止まんなかったんで、うん、それがきつかったですね夜もこう麻酔薬みたいのでこう綿入れて、まあ、止血してるみたいな感じだったんで、うん、鼻で呼吸できないから寝れないんですよ、うん、そうだね苦しくて、うん、それがもうきつくてもう3日ぐらいでもう全部自分で取ってで代謝上げたら血出るからもうやめてくださいって言われたんですけどここはもうこんな腫れてたんでもうサウナ入って血ぶわって出してそしたら一気に引きましたね1週間ぐらいでもう結構普通になるぐらいに考え方がちょっとあれだよねこう一個上を行っちゃえばいいんだよね医者よりも、まあ、自分の体だからもう失敗してもいいかなみたいな、まあ、人にはおすすめしないですけど実に面白いちなみにトレーニングやるにあたって金本さんの影響とかどう聞かれるやっぱり一番はやっぱり骨折して、片手一本でこう打ってる姿を見たんで、うん、やっぱその時にあなんかこう野球選手って片手で打てるんだとかでキャッチボールとかしたらもうこう取れないぐらいフライをこう吸収しない取れないぐらいこうやってやってるの打席では普通にこう片手カーンって打つからこれ骨折してもいけんのかなっていうのはまあ、自分がまだその時骨折してなかったので見てそんだけこう数字を残してる人がそこまでして試合に出るんだったらまあ何もしてない自分が試合に出ないっていう選択肢はないなとは実際見て思ったんですけどね片手で月間3割打ったんでえその月金本さん、はい、だからもうそんなの考えられなくてだからやっぱりシーズン通すとやっぱ休んでしっかり直してやった方が間違いなくいいのはいいんですけど、うんまあ、その間1ヶ月誰かが守ってしまうんで、ね、それの恐怖は常にあったですね、うん、爆発する可能性もあるし ね、 そ、 うなんですよねそんなチャンスすら与えないのが一番ね、はい、自分が出る上では一番大事かなと思うんで守備にこだわりはこだわりというかもうめちゃくちゃ下手くそだったんで、うん、そんなことないでしょけど楽にこう守備をする方法っていうのを常にこうどんだけ力を抜いて、うん、やめるまでずっとこう追い求めてずっとやってたんで